除染のピンハネをやろうとしている原子力研究開発機構の役人には、天下り4名、現役出向1名、公募の結果と称して、この10月には天下りの幹事も着任してます。これ以外の発令された独法人事は、理事の半分以上が天下りですよ。以前から、特殊法人や独法の理事は、天下りは半分以下というルールがあるんです。今は昔よりもひどい。野田内閣は天下りを拡大させるんですか。独立行政法人の役員人事についてのご質問をいただきました。公務員の天下りに対する国民の厳しい批判等を踏まえ、政権交代後、独立行政法人等の役員人事については、公務員 OB ポストの公認者を任命する場合等には、公募を行うこととし、これまで7回にわたり実施したところであります。これにより、独立行政法人の常勤役員についている公務員 OB の数は、大幅に減少しております。今後とも独立行政法人の役員公募を厳正に実施し、透明性、公平性を十分確保しつつ、優れた人材を得られるよう努めてまいりたいと思います。